どうもこれです。僕は今成田国際空港に来ております。ついにやってきました。2年半ぶりの海外旅行でございます。ようやく世の中の情勢が落ち着いてきて、ほとんど制限がなく海外旅行に行くことができる状態となりましたので決断しました。これからいくつかの国を巡る予定なんですが、まず向かうのはここ成田からマレーシアクアラルンプールになります。今回の動画では ANA 全日空のビジネスクラスの豪華体験を皆さんと共有するとともに、最新の空港海外旅行の様子を存分にお届けしたいと思います。では行ってみましょう。いやもう久々でワクワクしすぎて昨日の夜はあまり眠れませんでしたね。ではこちらの空港ターミナル1南ウィングに入っていきます。こちら成田空港第1ターミナル南ウィングは ANA を中心とするスターアライアンスメンバーの飛行機カウンターが集まるターミナルになってます。以前はガラガラだった空港ですが、ちょっとずつ人が戻ってきているような感じがしますね。とは言っても普段の成田空港に比べたらこんな感じで便数はまだまだ少ないですね。こっち上の方からやっぱ ANA ばっかりですからね。あとアシアナ航空、エアカナダ、こっちの方にはシンガポール航空ですかね、出ていますけど、こんなもんじゃないですからね普段だったら。で今回僕が乗るのはこちらです。17時30分発クアラルンプール行き NH815 に乗ってマレーシアに行きます。クアラルンプール、はい、ビジネスです、はい、あ、はい、ああ、とか。本日機内の日本食の食事にいるのをお声掛けたまって、今日はクアラルンプールまでお預かりしております。はい、席が8列目の契約のようでございます。各地21番5時到着開始予定でございます。 DJ ラウンジまでの場所なんですけれども、はい、出国審査を出られて左にまっすぐ出られてまして、右側にエスカレーターが52番の近くにエスカレーターが見えて見えますので、上っ子を見ながらいただいたら目の前にランチを。わかりました、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、今チェックイン完了したんですけど、ほとんどもう今までと変わらずといった感じで、基本的にはこのパスポートの提示と、これですね、マレーシアに行く場合はこのマスイジャテラというアプリをダウンロードしておかなければならないと。でこれに個人情報の登録とワクチン接種証明の登録をしていれば OK ということなんで、出国の時に必要なのはこの2点だけでした。では制限エリア内に行ってみましょう。はい、出発ゲートが正面のところにありますが、ビジネスクラスの利用の場合はこちら右手のファストトラックですね、優先レーンを使うことができます。はい、セキュリティチェックと出国審査あっという間でしたね。こんな感じでほらスタンプいただきました。ついに出発ですよ。でこちらクアラルンプール行きはゲートが21番ゲートになってますね。ビジネスクラス利用なんでラウンジを使うことができます。でラウンジの位置がここですね、 S の34。 ただ今回は出発がこっちなんで、残念ながら逆方向なんで、ちょっと早めにラウンジを出なきゃいけないのは残念ですね。制限エリア出たところですが、 ANA の機材がいくつか点々としていますが、やっぱまだ少ないですね。飛行機が目の前はエバー航空ですね、台湾に向かう飛行機で、いやでもなんかこれこんなに近くで飛行機の後ろ側見たことあまりないかもしれないですね。すごいアングルです。ちなみに今回乗る飛行機はこちらボーイング 787-9 という機材ですね。このエンジン部分の後ろがギザギザになっているのが特徴です。これ分かりやすいですよね。飛行機にあまり詳しくない人でもエンジンの後ろがギザギザだったら787ということで、皆さん覚えてくださいね。はい、でこれからラウンジ向かいますが、こんな感じでまださすがに成田はガラッとしてますね。お、免税店、ブランド物のお店とかも開いてないですよね。これ目の前ブルガリなんですがクローズしています。この辺り見るとまだまだやっぱちょっと寂しい状況ですね。ブランド物のお店開いてなかったですけど、こんな感じで薬局とかちょっとしたお土産売り場だったらちょっと開いてますね。はい、ではやってきました。久しぶりの ANA ラウンジですね。行ってみましょう。ビジネスクラスを利用するまではこのラウンジという存在をよく分かってなかったんですが、航空会社の上級会員もしくはビジネスクラス、ファーストクラスを利用する場合は一般の人では利用できないこのラウンジを利用できるんですね。ラウンジの中です。右手にくつろぐことができる椅子、そして左手には軽食やドリンクが置かれてます。
中央にある椅子はこんな感じで革張りでふかふか、座り心地がとってもいいですし、サイドテーブルのところにはコンセントもついていて携帯の充電もできます。このようなカウンター形式のテーブル椅子もありますし、ビジネス利用ももちろん多いでしょうから、こんなオフィスチェアが置かれているエリアもあります。いろんなニーズに応えられるラウンジですね。隅っこの方には仮眠を取れそうなマッサージチェアエリアなんかもありますよ。軽食はまずこちらホットミールで、パスタやソテー、揚げ物といったものがあります。まあ、これは日によって内容は変わりますね。旅中はビタミン不足になりがちなんで、こんな感じでサラダもしっかりと揃ってるのは嬉しいです。この辺はフルーツポンチやサンドイッチなどが置かれていますね。で、一番右手にクラッカーチーズです。まあ、当然日本のラウンジなんでおにぎり類も置かれています。まあ、パンはこんな感じでクロワッサンをはじめとした3種類がありました。ちょっとしたスナックや飴も置かれています。そしてアルコール類は結構豊富ですよ。手前側ウイスキー、そしてこっちの方は赤ワインや焼酎、なんとこれほら大分県の大山さんのこだわりの梅酒もあります。冷蔵庫の中にもお酒、シャンパン、白ワインなどが入っています。ソフトドリンクはドリンクバーやコーヒー、紅茶などホットドリンクも揃ってますし、冷蔵庫内には牛乳、そして濃厚なトマトジュースも置かれています。で、ANA ラウンジにはこれですね、ヌードルバーというところがあって、うどん、そば、ラーメン、カレーをここで作ってもらえます。出発前にこの和食食べたくなりますよね。はい、ではラウンジ飯取ってきました。こちらカレーですね。ヌードルバーからいただいて、らっきょうとかもちゃんとついてるんですね。でこちらサラダとトマトジュース、そして大山さんの梅酒があったんで、この間梅響き泊まった時に飲んだ梅酒がとっても美味しかったんで、お酒強くないのにもかかわらずちょっと飲んじゃいましょう。でこれすごいですね、さっきのカレーですね、オーダーしたやつなんですけど、席からウェブでオーダーすることができるんですね。これは便利です。はい、じゃあ梅酒ですね、出国祝いということで乾杯です。うまいわ、大山さんの梅酒。いや、まさかラウンジでこれが飲めるとは思ってなかった。そしてカレーです。これね、ANA ラウンジのカレー、ちゃんと具もたくさん入ってるんですよね。じゃがいも、人参、お肉も入ってるのかな。いや、美味しいわ、この ANA ラウンジのカレー。僕ね、JAL のビジネスクラスは乗ったことないんで、JAL のカレーと食べ比べとかできないんですけど、皆さん的にはどうなんですか、どっちが美味しいんですか、 JAL と ANA のカレー。 ANA のカレーもとっても美味しいですね。いや、これだけ贅沢にお食事があると食べ過ぎちゃいそうなんですけど、まあ、今回ビジネスクラスなんで飛行機の中で美味しいご飯食べれると思うんでね、ラウンジ飯はちょっと控えめでいきます。ラウンジの利用状況なんですけど、それなりに人は多いですね。ただまあ半分以上が多分外国人の方なんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、ここね、コロナ禍になってプライオリティパスですね、楽天プレミアムカードを発行して作るプライオリティパスで入ることができるようになったので、こう上級会員とかビジネスクラス利用者以外でも普通にプライオリティパス持ってれば入れるんで、混みやすくなってはいるのかもしれないんですけどね。まあでも別に不快になるほどではなく快適に利用できてます。はい、ラウンジをこれから搭乗ゲートへ向かおうと思います。で、今夕方頃なんですけど、夕方になると結構人が増えてきて、ラウンジ内もかなり混雑してましたね。この感じだとプライオリティパスで入れるのはなんかちょっとやめた方がいいような気はするんですけどね。まあ、ラウンジにとどまらず結構この辺りも混んできましたね、夕方は。まあ、この反対側に来たら見ての通り、結構デューティーフリーショップはオープンしてますね。かなりにぎわってきております。この辺飲食店も結構にぎわっています。一風堂は大人気で行列ができてますよ。はい、で搭乗エリアやってきました。こちらクアラルンプール行き、17時30分出発、もうちょっとです。さあ、ついに搭乗開始です。いやー、約2年半ぶりの国際線乗り込みます。めっちゃ楽しみですね。改めまして、今回のフライトは東京成田空港を17時30分に出発して、マレーシアクアラルンプールに23時55分に到着します。日本とクアラルンプールの時差は1時間、日本の方が1時間進んでいて、約7時間のフライトになります。中距離路線と言われる ANA ビジネスクラスに乗るのは初めてなので、どんなフライトになるのか楽しみです。ご搭乗ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
まず座席にはこちら枕ですね。で枕とこれがパナソニックのヘッドホンがついております。そして駅内でリラックスして過ごすためのスリッパと、これがブランケットですね。はい、ブランケット。そしてフルフラットシートなのでマットレスですかねもついています。そして足元はこんな感じ、ちょっと下にこう置く物を置けるスペースがあるんで、ちっちゃなリュックサックとかこういった小物バッグだったら置くことができますし、靴をこの中に入れてもいいですね。こんな感じで足を思いっきり伸ばすことができます。フルフラットにしたらこっちの奥の方まで足を伸ばすといった感じです。すごいっすねこれ。はい、でシート周りはちょっと出発してからフルフラットシートとかにしてみましょうかね。でシートの横に読書灯があって、リモコンですね、モニターのリモコンと、ここに USB ポートやコンセントがあって、この辺はあれですかね、ヘッドホンをかけるものですかね、メガネとかそういったものが置かれております。でこのサイドテーブルですね、広々としたサイドテーブルがスタッカードシートだと使いやすいですね。で下にこうやってリクライニングのボタンがついてますね。失礼いたします。ご登場ありがとうございます。参加させていただく何かありましたら、すぐに座ってくださいませ。スパークリングワインかオレンジジュースでございます。オレンジジュースください。どうぞごゆっくりお召し上がりください。はい、ウェルカムドリンク、こちらオレンジジュースいただきました。まあ人によってはね、これがプラスチックなのでグラスがいいっていう人もいるみたいですけど、確かにそっちの方が雰囲気が上がるかもしれませんが、まあまあ僕はそんなに気にしないのでいいでしょう。はい、出発前にトイレに来てみましたが、こんな感じで787、大きな飛行機なんで、とっても足元こんな感じ、広々としてますね。こっち側に鏡もありますし、こちら側シンク、ハンドソープ、そして、ご覧のようにアメニティも歯ブラシ、フェイスボディシート、マウスウォッシュまでついてますね。そして、こっち正面にも鏡があります。で、ANA はこれですね。ほら、ウォシュレットもついてるんですよ。すごいですよね。いやーでもこれ夕暮れ時でいい感じの景色がもしかしたら眺められるかもしれないですね。久しぶりにジャンボジェット機に乗ったんで、やっぱエンジンでかいですね787は。皆様こんにちは。今日もスターアライアンスメンバー ANA クアラルンプール行き815便をご利用いただきありがとうございます。この飛行機は ANA とスターアライアンスパートナーのコードシェア便でございます。機長は大内、チーフパーサーは松本でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。ワットのアンボール機内の安全についてご案内します。はい、まもなく離陸です。ビジネスクラスの搭乗率は結構高いですね。8割9割ぐらい埋まっています。 Dear passengers, we are now ready for takeoff. Please make sure that you receive your security passes.
はい、ではベルト着用サインが消えたんで、ちょっとリモコンを取ってモニター見てみましょうかね。一応ここのほら電気を、あ、こっちはあれか、上の電気がつくやつでしたね。で、この読書灯はこの後ろにスイッチあるんで、後ろのボタンを押すとこうやって電気がつきます。で、一応これ3段階で明るさが調節できますね。はい、ちょっとフルフラットにしてみましょうかね。このドントディスターブっていうのは寝ているときは起こさないでねっていうことですね。で、これがなんだ、こっちがあれかな、背中の部分を起こしたり倒したりできる。で、これが座席を前にしたり後ろにしたりできる細かい調節ができるんですけど、一気にフルフラットにしたい場合はこのボタンですね。これを押すと、はい、こんな感じでほら、ちょっとずつ座席が前の方に行きますね。ここと連結する感じですね。で、これ横になったらこんな感じ、ほら奥の方までしっかりと足を伸ばせます。まあ多分欧米の人、185円の人でも足は奥まで伸ばせると思いますね。ちょっと奥になっていくにつれてこう狭くなってはいますけど、いやもう完全に横になれるんで快適に寝れるでしょうね。これはここの下ですね、これを引くとほらこんな感じでテーブルになるんですよね。かなり広々としてますね。まあ多分僕パソコン15インチ持ってるんですけど、15インチのパソコンでも問題なく広げて作業ができるぐらいの大きなスペースです。これはまあ長距離路線とかだったらコース料理も出てくるんで、これぐらいの広さは必要なんでしょうね。いやでもものすごくこれ出し入れがスムーズにしやすくて使いやすいですね。まあ、多分この787のスタッガードタイプのシードは ANA が世界で初めて出したんで、それなりに古いと言いますかね、そんなに新しくない機材なんで、リモコンもそこそこ古さを感じはします。で、テレビつけてみますとこんな感じ、日本語を選んでみて、はい、スカイチャンネル、スカイライブ TV、スカイショップ、まあ、マップとかいろいろありますね。スカイチャンネルを見ると、はい、映画、ビデオ、ニュース、オーディオ、エンタメたくさんあります。映画は何があるんだろうか、こんな感じで新作のハリオット、邦画とかなり豊富ですね。はい、新作は最近は映画を見てないんでちょっとあんま詳しくないんですけど、こんな感じで出てきております。スパイダーマンとかもありますね。で、これスカイライブ TV は CNN、 スポーツ、 NHK などがありますね。そしてスカイショップ、これはどんなものが売られているんでしょうか。機内のショッピングを見てみると、はい、これですね、ウォレットとか、まあ、化粧品であったりソニーのワイヤレスイヤホンなども売られてるんですね。4月から6月はこんな感じで、まあ、ネクタイ、あ、いいなネクタイ、まあ、今スーツ着ないんであれですけど、サラリーマンやってたらこれネクタイ欲しいですね。で、ストールもありますよ、ストール。そしてバッグや小物類もフェラガモのやつとかブルガリとか、1000円エリア内で空いてなかったんでね、こういったものが機内では買うことができます。こんな感じでエアバス380のモデルなども売られています。で、ね、ちょっとこれ眩しくなってきたんですけど、787といえばこれですね、電子カーテンですよ。これを下こんな感じで押していくと、これね、物理的に普通だったらこう閉めるんですけど、見てください、これほらちょっとずつ暗くなっていってますけど、こうやって電子的に暗くなる、この技術は787、ボーイングしか持ってない特許を取得しているっていうことなんで、エアバス社では実現できないものなんですよね。いやー、この電子カーテンはいいですよね、かっこいいです。調節できるのも素晴らしいですよね。今完全にこう上がって真っ暗にしてるんですけど、ちょっと明るく、少しだけ明かりを入れたい場合はこんな感じでね、マックス明るくせずにっていう感じにもできるんですよね。これは物理カーテンでは絶対実現できないですからね。はい、で見てください、おしぼりとメニュー表がやってきましたよ。お楽しみのお食事です。いやービジネスクラスはとんでもないメニューの豊富さです。まずほら、日本酒がこんな感じで3つ3種類並んでいて、一番下には焼酎ですね。そして右手に行くとカクテルですね、カクテルにウイスキー、そしてビール、ブランデー、ノンアルコールドリンクもありますんで、お酒飲めない人でも安心ですと。で、これほら ANA オリジナル香るカボスとかあるんですよ。まあ大分県となんか知らないですけどね、 ANA ってつながりがあるみたいで、宇宙開発センターも大分にあるんですよね。で、オレンジジュース、アップルジュース、ソフトドリンク、グレイ、コーヒー等も下にあります。そしてこちら次がシャンパン、そして、赤ワインとありますね。赤ワインあって、で右上が
では今度は白ワインですね。ソーベニオンブラン、ニュージーランド産、カタルーニャ、バルセロナ、スペイン産とか並んでますね。ニュージーランド産ワインって日本国内でなかなか飲めないんでね、ちょっと飲みたくなっちゃいますね。そしてご飯は和食と洋食から選ぶことができて、今回は事前予約で和食をチョイスしております。まあ、日本初なんで和食は ANA だったら間違いないかなと思って、前菜小鉢と、下の方まで続いていて、これ後で楽しみですね、何が出てくるのか。で、洋食はこんな感じですね。メインディッシュはハンバーグとタイカレーから選ぶことができるんですかね。で、デザートが下にありますと。で、なんといってもビジネスクラスはこれですね、軽食もあります。好きな時にいつでも注文できます。上の方サンドイッチ、カレー、野菜、スープ、真ん中一風堂のラーメンまで食べれるんですよね。で、ハーゲンダッツ、おつまみも下にあります。なんか長距離線乗った時は以前確かお好み焼きとか銀だこのたこ焼きとかがあったんですけど、中距離線だとちょっとだけメニューが減るんですかね。ご覧のようにザ・コノシュアーという言葉を用いて ANA の機内食を素晴らしいシェフの方々と一緒に作ったということを書いていますね。コノシュアーとはその道を極めた目利きを表す言葉と書いています。はい、では大分県民からしたらこの香るカブスを飲まないわけにはいかないので注文しました。ちゃんとグラスに入れて出てきましたよ。あー、うまい。いやー、これね、多分蜂蜜の中に入ってますね。蜂蜜の甘さの中に程よくカボスの酸味が入っていて、つぶらなカボスみたいな感じですね。つぶらなカボスの中にみかんの果肉が入っていますけど、本当にそれに近い味がします。美味しい。うわ、すごいですよ。ほら、これさっき言ってなかったですけど、ご覧の右手、アミューズですね。アミューズはこの食事を楽しむ前の気分を高めるといったものだったような気がするんですけど、すごいですね。前回洋食で出てきましたけど、和食でもこのアミューズ出てくるんですね。こんな感じ、ごまとくるみのスティックですって。まあさすがにスイーツみたいな感じではなくって、ごまとくるみ、まあそれらの風味と下のこのタルトのような部分ですね、食感サクサクで、確かにちょっとこう食欲をかきたてるような感じがしますね、これからの。はい、で、砂肝とセロリのマリネ、すごいな、砂肝珍しい。これうまっ。セロリとかトマトがあるんで当然さっぱりなんですけど、そこにこう砂肝のちょっとお肉の風味というか、まあ、脂身はないんですごいこれもさっぱりしていて、でコリコリの砂肝の食感がいいですし、多分ねちょっと甘い味がするんで何か隠し味があると思うんですよね。生姜の風味もちょっとするので、こう酸味と塩味と甘みがうまく調和取れていて、これうまいわ。お料理やってきましたよ。まずこちら真ん中が各種前菜ですね。丁寧に盛り付けられています。そしてこの右手が小鉢で肉味噌かけというやつですね。右手にちょっと味噌が見えていて、ちょっと見にくいですけど、ネギの下にお肉、多分鶏肉かながありますと。そしてもう一つ、これも小鉢でうます寒天というものです。どんな味がするんでしょうか。すごいな、これ飛行機の中で出てくるような食事とは思えない。はい、前菜です。ひじき煮とゴーヤ、あいまぜと書いてます。ひじきにゴーヤの苦味が加わっていいアクセントになってます。はい、で、鮎春巻きですね。上に梅肉ソースかかってますね。お魚の脂身にちょっとこう梅肉ソースがさっぱりと酸味が効いてるんで、とても爽やかに口に広がっていきますね。で、これちまきみたいなの何が入ってるんでしょうか。すごい、なんかメニューに書いてない気がするんだけど、こんなお寿司が中にありました。あー、ちまきのようにちょっと甘い香り付けがされていてうまいわ。はい、で、牛肉昆布焼きです。いやー、さっぱり昆布にほのかに香る牛肉がいいですね。やっぱ前菜はどれもさっぱりとした味に仕立てられていて、この後のメインへと向かう食欲をそそりますね。はい、そしてうます寒天ですね。酢の物ですね。寒天とタコも中に入っていて、コリコリ食感がいいですね。これもすごい酸味効いててさっぱりです。そしてこちらが肉味噌がけです。これもさっぱりとした鶏肉に
ょっとこうお味噌で甘みを加えることによっていいアクセントになってますね。いや本当にこう全部さっぱりとした味わいながらもしっかりとねこうお肉とかこのお味噌とかその他の素材旨味もしっかりと引き出てて前菜からいい感じです。で野菜もズッキーニうまっ。これもう味噌つけなくても野菜めちゃくちゃ甘い。でみずみずしさもそれなりに出てるんですごいですね。はい、でせっかくなんでお酒を一杯ニュージーランド産のソーベニオンワイン白ワイン注文しちゃいました。まあ和食なんで日本酒飲めよって感じなんですけどね、もうニュージーランドが大好きでこのソーベニオンブランあると飲みたくなっちゃうんですよね。このフルーティーな香りがたまんないんですよ。はい、ではメインディッシュやってきました。こちら牛肉黒糖生姜煮ですね。いや美味しそうですね。牛肉そしてこちら側に白ご飯味噌汁このものとついてきています。はい、では早速食べてみます。トロトロです。黒糖なんでこう比較的甘めの味付けで普通の甘みのタレじゃなくてそこに生姜がうまい具合にアクセントになって甘すぎないように中和してるイメージですかね。いや味噌汁もうまい。これね多分海外旅行に行くと日本食恋しくなるじゃないですか。帰国民でこんなに美味しい味噌汁そしてこういう和食食べたらまあ心落ち着くでしょうね。いややっぱ日系の航空会社の和食は間違いないです。はい、そしてデザートも見てください。なんと贅沢でしょうか。こちらフルーツの盛り合わせ、そしてメニュー表にはラクテストロンと書いてましたがケーキになるんですかね。でチーズの盛り合わせですね。ゴルゴンゾーラとかいろんな種類のチーズ、そしてバケットとレーズンまでついています。でこちら側ホットコーヒーですね。チョコレートもひょいと添えられています。でもちろん好きなものだけオーダーして食べればいいんですけど、まあ、僕はねフルーツとこのケーキだけいただこうと思ってチーズはちょっと写真だけ撮らせてもらえませんかって言ったら、いやもうせっかくならお取りください残しても構いませんのでって言ってね、いやちょっと残すの申し訳ないなって思ったんですけど、まあそこはさすがビジネスクラスのサービスということでホスピタリティも本当に素晴らしいです。はい、でご飯食べ終わったらこんな感じでペットボトルのお水も出てきました。まあ、寝てる時とか喉乾くでしょうからこれはありがたいですね。でもサイドテーブルはこんな感じでいろんなものを充電できるスペースがあるんですごい使い勝手がいいです。こちらなんとハーゲンダッツもいただけるのでせっかくなのでいただきます。そしてまあもうすぐ夜中になりますんでね、ハーブティー寝る前にはカモミールを飲むといいでしょうということでこれもオーダーしました。今飛んでるのはベトナムのちょっと東側ここですね。もうちょっとでクアラルンプール、あと1時間半くらいで到着なんですよね。いやー7時間あっという間ですね。まだ全然あと 4,5 時間乗ってたいよっていう感じなんですけどね。ワールドプールの最終号にはあと1時間ほどで到着いたします。着陸準備のため、ガラスを
はい、もうすぐ着陸なんですけど、これねアメニティポーチ、以前 ANA の長距離船に乗った時にもらったやつ、まだ未だにこうやって旅で使ってね、ちょっとこう汚れているんですけど、これエティハド航空でもらったアメニティで、残念ながら中距離路線だとアメニティポーチはないんですよね。まあ、CA さんに中距離はないんですかと確認したところ、申し訳ありませんがありませんと、まあ、全然いいんですけどね、そんな、まあ、長距離でがっつり寝ることがなければそんな必要でもないん で僕がねちょっと聞いたので気を使わせてしまったのか、ほら見てください、こんな感じで、この後も長旅、さっきねちょっとこの先3週間ぐらい長旅になるんですよって話をしたので、それを気遣ってくれて、こんな感じでアメニティポーチの代わりに多分アメニティセットが入ってるんですかね、ちょっと中は見てないんですけど、こんなプレゼントをくれました。いや素晴らしいホスピタリティですね、ANA のこのビジネスクラスのスタッフさんは。さっきねこうリッツカールトンとスターバックスのホスピタリティの本読んでて、その中にマニュアルを超えたところに感動が生まれる、それがホスピタリティだみたいな、まあ、本当に噛み砕いて言いましたけど、そんなことを書いていたんですけど、まさにそれですね。いや最初から最後まで本当に素晴らしい、気持ちのいいフライトでした。はい、こんな感じで完全に明るくなりまして、まもなく到着でございます。クアラルンプール残り2分と書いておりますが、こちらですね、まあ、さすがに夜なので外はちょっと明かりが見える程度ですかね。クアラルンプール国際空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は6月27日午後11時6分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。飛行機はターミナル32番ゲートに到着する予定です。皆様今日も ANA とスターライアンスパートナーとの行動シェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗を乗務員一同心よりお待ちしております。 Dear passengers, we have landed at KL International Airport. The local time in Kuala Lumpur is 11:07 p.m.いやー久しぶりに来ましたクアラルンプール国際空港、まあ、こんな感じでいろいろ表記があるんですけど、とりあえず荷物ですね、荷物を受け取って、その後多分タクシーに乗ってホテルに向かうことになります。まあ、とりあえず入国審査ですね。あーそうそう、これだこれ、クアラルンプール国際空港はねこれですよ、エアロトレイン、電車に乗ってバゲッジクレーンまで行かないといけないんですよね。降りた瞬間みんな人がこうやって集まってくるんでね、結構な人が乗り込むんですよ。電車降りまして、今11時半頃なんですけど、スターバックスはまだ空いてますね。こんなところにスタバがあって、この人波についていけば荷物を受け取りに行けるでしょう。はい、イミグレ入国審査と荷物受け取りを終えて外に出てきました。でここに出てくるまでに必要だった書類はなんとパスポートだけでした。成田空港で紹介した麻酔ジャテラ、ワクチン接種証明を提示するものなんですけど、それも一切提示を求められなかったんですよね。なのでもうほとんどここのマレーシア入国に関してはコロナ前に戻ったと言っていいんじゃないでしょうかね。いやびっくりしました。で飛行機を出てここに出てくるまでも特にどこかでこう長く並ぶってこともなく、あっという間でしたね。びっくりです。いやしかし ANA ビジネスクラスやっぱり最高でしたね。機内の機材シートもそうですし、お食事もとっても美味しくて、まあなんだかんだやっぱ日本語が通じるっていうね、意思疎通が簡単にできるっていうのは快適でございます。 CA さんのホスピタリティも素晴らしく楽しく会話ができたこともいい思い出です。まあ人生で数回しかビジネスクラスに乗るチャンスはないでしょうから、今日は素敵な一日でした。はい、それではこれからもう0時を回って深夜なのでタクシーに乗ってクアラルンプール市街地のホテルで一泊ゆっくりしたいと思います。またクアラルンプールの滞在の様子も少しだけ動画にしようと思ってますので、お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。では。